はい、今日料理を作ります。斉藤昭夫です。ではこれからタイの松皮作り、皮目を霜降りをします。で、沸騰してきたお湯をここから軽くかけていきます。で、こういうふうにしたら、これを素早く氷水で冷やします。で、水気をきれいに今度また拭き取ります。では今度、柵取りをします。ね。で、これをこの真ん中に中骨がありますから、これを避けてやります。こうまっすぐ落とします。で、こういうふうに。で、こちらも中骨。で、こちらが大節、こちらが梅節、ね、指先で触って骨がついてないのを確認します。で、今日はここに軽く包丁目を皮だけこういうふうに入れます。まあこれは平作りも一緒ですけども、指ね、組んで軽く左手で人差し指でこの厚さを調整します。柳包丁のこの裏がこうですね、ここがこういうふうに当たる、そのためには指がこう少し曲がる、そうするとこう包丁がこうなっても切れません。こういうふうになってるとこう包丁当たるね、これは生ものだからなるべくこういっぱいこう触れない方がいい。だから中指と親指で軽く持って人差し指で厚さを調整していく、こういうふうに。はい、では切ります。根元から先まで使って包丁を動かします。で、ここにThank you.